こんばんは。お疲れ様です。今日はですね、先日ご紹介したジェムウエストの酒井を磨いていこうかなというふうに思います。もうクリームでね、こうブラッシングするっていう工程は、お店の方でしていただいたのでですね、今日はもう鏡面だけするっていうふうにしていこうというふうに思います。はい、使っていくワックスはファマコですね。田中実家店さんで購入をいたしました。で、キーパーはですね、昔動画にした、無印良品のキーパーを使ってまいります。本当にですね、横のバネもないんですよね。これすごく、靴にストレスがかからないような釣りになってますので、私は非常におすすめです。純正キーパーとかない場合はもうほとんどこれを突っ込んでおけば大丈夫っていう風なキーパーですね。こういろいろありますけど、Amazon とかでですね、シューキーパー、シュー釣りで調べると、どなたか YouTuber の方が動画にされてましたけど、結構同じメーカーみたいですね。作りとかはですね。では磨いてまいりますね。ちょっと水を入れてまいります。よいしょ。よいしょ。それでは磨いてまいりましょうね。ちょっと私ワックスボロボロになると、湯煎にかけて溶かして整えられるんですけど、その湯煎をした直後でございますね。ファマコは体温でもすごくさらっと溶けるワックスなんで使いやすいんですよね。ではやっていきます。ベースを作ってまいりますね。体温でじんわり溶かしていくっていうイメージですね。今日ちょっとワックス混ぜてみようかな。よし、ちょっと待って。ちょっと思ったように伸びないのでですね、ウエストンの純正のワックスも使ってやっていこうと思います。ウエストンと酒井のコラボモデルですね。もう、前回お話しましたっけね、もう早速フリマサイトに出ていてですね、なんか何とも言えない気持ちになりましたね。まあでもそういう人をこうブロックする術はないですからね。今回ウエストンは結構整理券配るとかしてたみたいですけれども、それでもそういう人たちはいなくならないですね。しゃあないですね、こればっかりはね。
黒いゴルフはいつか欲しいなと思ってたんですけどね、なかなかこうタイミングどうしようかなとか思ってたら、今回このなんかジェムウェストンっていうフランスのブランドが、酒井っていうこの日本人デザイナーの阿部千歳さんとコラボしてこうされたっていうのが、なんかデザイン云々っていうよりも日本のブランドとこうコラボされたっていうのが、なんかこう日本人として私すごく嬉しくてですね、なんかこういうタイミングかなと思って買ったっていうところも結構大きいですね。ウエストンのこのワックスってめちゃくちゃ使いやすいんですよね。ファマコも私はとても好きですが、初めてあのウエストンで靴を買って磨いた時に、あの、まあ、靴が、まあ、ウエストンの革がいいから磨きやすいっていうのももちろんあったと思うんですけど、こうすごく使いやすくて、それまで私はあのスコッチグレインで買ったブートブラック使ってたんですけど、ブートブラックはこううまく私は光らせることができなくてですね、おそらくに香りからするとサフィールが OEM をしてるんだろうなと思うんですけどね、この、あのウエストンのワックスっていうのは。一回でこう塗布できるワックスってすっごい少ないと思うんですよね。本当に微量ですよね。磨き屋さんとか本当にすごいなと思いますよね。何週一回ね、なんかお店に行って磨き屋さんのお店とか行ってですね、何回こう同じところをやってるのか数えようとか思ったりするんですけど、なんか行ったら行ったでね、こうお話楽しくなっちゃって数えるの忘れちゃいますな。まあでも最近もコロナ明けたぐらいからかな、コロナぐらいからですかね、もうあの磨き屋さんあんまり行くことも私は少なくなってしまったんですけど、こう私はこう磨きの動画って割とカットしてあったりですね、あのすっきりと編集してあることが多いと思うんですけど、もう私はですね、あの動画とか特に料理動画とかなんですけど、あの結構編集してある動画を見ると編集しないでほしいなと思うんですよね。こう料理動画とかだと材料も切られた状態とかでこう出てくることあるんですけど、材料をどうやって切ってんのかとかですね、あとはこうどういうタイミングで手を洗っていて、こう調理器具をどういったタイミングで出し入れしてこう洗っているのかとかですね、そういうことがめちゃくちゃ気になるんですよね。だからこういやノンカット料理とかは特にノンカットでやってくれようと思うんですよね。靴磨きは分からんですけど、靴磨きも僕こうノーカットで結構見たいなと思っちゃうんですよね。だからこう靴屋さんにお伺いして、あ靴屋さんというか磨き屋さんにお伺いしてこう磨きいておられるのを見るのっていうのは結構好きなんですけどね。
で、まあ、時間も限られておりますのでですね、今日はあんまりビッカビカにはせんつもりです。適度に、ちょっと妥協ですね。まあ、妥協してやろうかなと思っておるところです。こう、新しいというか、ラスト、靴雑誌のラスト最新刊が、こう出てましたね。発売になりましたね。なんかその中で、すっごい一軒家のお家でこうシューズクローゼットがめちゃくちゃ大きい家が、こうお名前もお写真も出てましたけどね。もうなんか出ておられましたけど、ものすごいこう靴のコレクションと、この靴を保管するスペースをお家の中に設けておられる方の特集がなされていましたですね。すごいですよね。200足だったかな、なんか確かちゃんと覚えてないですけど、200足持っておられるみたいなお話がありましたね。いや、羨ましいですよね。で、結構やっぱり今回こう挙げておられた方々のこう靴の、この靴がいいみたいなの見てると、やっぱジョンロブが多いですね。ジョンロブ、私はちょっともうジョンロブは処分してしまったんですけどですね、ちょっと私はあんまり好みと合わなくてですね、昔持ってたんですけどね、もう売ってしまいましたね。こう、ただやっぱり既成のジョンロブは、まあそんな感じだったんですけど、やっぱりビスポークのジョンロブってめちゃくちゃ素敵ですね。私はいつかビスポークのジョンロブは欲しいなというふうに思いますね。やっぱりちょっと、既成のジョンロブとビスポークのジョンロブってかっこよさが段違いだと思っていて、やっぱビスポークのジョンロブ、長谷川優也さんかなが挙げておられた、内羽プレーントゥーのジョンロブって、はもう素晴らしかったですね。めちゃくちゃかっこよかったですね。なんかね、いつかそういう靴が履けるように仕事頑張らないかんですね。初めて私の動画を見る方はあれかもしれないですけど、こうある程度こうベースができた段階でこうやって叩きながらペチペチこうやって広げてると、もうクロスで磨かなくても結構キラキラしてくるんです。表面っぽくなってくるんですよね。軽く滑らすことで、なんかクロス、疑似クロスみたいな状態になってですね、磨きやすくなる。こういうちょっとキラッとしてきてるの分かりますかね。塗ったベースの表面を優しく撫でて、こうするとダマができたりしちゃう。こう前後に擦ったりするとダマができてしまうので、一方向に優しく撫でてあげる、叩くっていうか撫でてあげるイメージでやると、こうベースが光り出します。で、そうなったら鏡面ですね。これはあくまで私のやり方なので、もしもなかなか光らんなみたいな人がいらっしゃればですね、ご参考になれば幸いです。では磨いていきましょう。よいしょ。水分量の調整難しいので、私はもう先につけちゃいますね。普通に水を。その方が私は磨きやすいですね。
ね、こういう風に表面するとピカピカ光ってまいりますね。こう皮の凹凸をろうの成分でこう慣らしてやるっていう作業なんでですね、ちゃんとそのどうやなぜこういうふうに光って見えるのか、光って見えるか光るのかっていうのをこう理解してやると、要は表面をこうツルツルにしてあげるというだけなので、やってることは。かかともええ感じですね。この靴かかとがこんなになってるとすごい磨きにくいんですよね。うん、いい感じですね。
私なんかまだまだ下手くそですけど、プロの方ってこう、もう一発目、こう、水つけてキュッてやった瞬間光りますからね、あれは本当すごいなと思いますよね。こうね、行っては、その技を盗んで家でやりたいなと思っても、まあ、あんなに綺麗には無理ですね、正直。いい感じじゃないでしょうか。いかがでしょうかね。よいしょ。重いな。はい、こんな感じでピカッとね、磨きました。まあ、ええんちゃいますかね。なんかプロの人の磨きとかだったらね、こう、画面上で見ても分かるように、ビカビカにされてますけども、まあ、素人の、まあ、日常的な磨きだったらこんなもんでよろしいのではないでしょうか。はい。はい。じゃあですね、ちょっと、もうこれから、この靴もガシガシと履いていきたいなと。で、エイジングの過程もですね、動画にして上げていければというふうに思いますのでですね、皆さん、もしお時間あればまた、ご覧いただければ幸いでございます。はい、それでは本日もご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。